はい、どうも、Bレジェンド柿谷です。今回ね、ずらっと4つの商品並べてみました。まあなんかね、いろいろ混ぜて飲むと美味しいよシリーズをね、今回やりたいと思います。まあ皆さんからこういろんなね、これとこれミックスすると美味しいよとか、これとこれ混ぜたらまずかったとかね、まあまずかった話はあんまり聞かないね、みんな美味しかった話よく聞くんですけど、まあ中にはまずい、結構前の動画でなんだっけ、なんかまずいのありましたよね。なんかこの辺にまた貼っときますから、まずい動画もあります。だからビールジェンドといえどですね、まあ、全てがうまくなるわけじゃないんですけど、まあ、単体で飲むともちろんね、全部美味しいんですけれども、混ぜて飲んでうまくなったりまずくなったり、まあほとんど美味しくなりますよね。ということで今回はこのね、4つをねミックスして飲んでみたいなと思います。こちらビールジェンドベリベリベリーね、ベリベリベリー、まあ、人気商品です。でこちらビールジェンドくまモン、熊本みかん、そしてこちら宇治屋さんのミルキー、ペコちゃんですね。でこちらがなんだっけ、そんなバナナね、そんなバナナでございます。さあ皆さん、これを混ぜるとどんな味になるんでしょうね。ミルキーさの中にバナナとベリーとみかんが入ると何になるでしょう。そう、ミックスジュースでございますね。ということで、まあ、この4つを混ぜてね、ミックスジュースになるという噂を聞いたので、本当になるのかどうかを実験してみたいなと思います。ということで、もう早速ね、ビールジェンドシェーカーの方に 200cc お水入れておりますので、飲んでみましょう。さあどれから入れようかな、まあ、どれでもいいか。じゃあまず端からバナナからいきましょう。まずバナナからスプーン1杯入れます。バナナ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 、よし、入れました。一杯入れました。そして続いて、ペコちゃん、ペコちゃん、ペコちゃん、ペコペコちゃん、よし、ペコちゃんを入れて、そしてくまモンを入れて、そして最後にベリーを入れる。はい、4杯よいしょ、入れましたよ。はい、ということで、まあ、4杯入りました。よし、さあやってみましょう。じゃあいつも通りいきますよ。皆さん、これのローリングシェイクからのフットシェイク、いやー、ほいほいほい。さあできました。泡立ち2-3mm、泡立ち 2-3mm、ダマありません。さあ飲んでみましょう。まず香りから。あ、そうか、炭酸じゃないからプシュって言わないね。最近炭酸シリーズ多かったから。あ、なんか全然よくわかんない香りはね、全然よくわかんない。なんかむしろいい匂いじゃないかもしれないまあいいや。じゃあまあ飲んでみましょう。いただきます。ね、意外とうまい。あれ、なんかね、なんだろう、これ全く飲んだことないビールジェンドの味だな。超飲みやすい。え、なんでこうなるのかな。ミルキー感がなんか全然感じないんだけどね。バナナ感、まあ感じなくはないか。どれが強いかな。柑橘系の雰囲気はちょっと出てるんですけど、でもすごくの、あ、そうか、だからバナナのクリーミーさとミルキーのクリーミーさと、くまモンの酸味とベリーの酸味がちょうど、酸味とクリーミーがミックスして打ち消し合って、さっぱりした飲み味になってるんだね。これトレーニング終わった後に飲むのであれば、すごくごくごく飲めて飲みやすいんじゃないかなと思います。これいいね。だけどこんなの毎回やってらんないよねね、毎回やってらんないよねっていうところが、まあオチになっちゃいますね。はい、まあ、でもね、まあ、いろんなね、こう味をミックスして飲むっていうのは、まあ楽しみの一つだと思うので、ぜひ皆さんよろしければいろんな種類を混ぜて飲んでみてください。はい、
ということで、またね、またいろんなキャンペーン等々もやっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。でこちらの動画の方が面白ければグッドボタンぜひお願いしたいと思います。はい、ということでまたお友達にもご紹介ください。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。